のが鋼なのか。そんなに有名なのかい。僕じゃなくて。あっちの小さいの。誰かマネするみたいで目にも謝らないで。ビオ様の泣き。誰がウルトラハイパードチビス。まで言ってねえだろうが。何が錬金術した。ただのチビと鎧オタクじゃないか。チビ鎧オタク。チビチビ言うな。まだまだこれからウルトラ大きくなるんだ。今はチビだろ。チビチビウルトラハイパースーパーチビ。うるさい。お前こそ女だったら少しは女らしい格好をしろ。本当だ、いた。本当にちっちゃい。誰の娘なのに見なきゃわからねえほどのドチビク。いや、その私が言ったんじゃなくて。偽物ってことは君が本物のエドワードか。あ、違う違う、エドワード俺だ俺。え、あなたがお兄さん。マンクッカそう熱くなるなよ。警備の奴らに気づかれるぞ。君たちがおとなしく帰ってくれれば戦う気はない。あと少しこのままでいさせてよ。それが人に物を頼む態度か。座れ。俺を見下ろすな。そりゃ気にするよね。15にもなってその身長じゃ。ドレン禁術師エドワードエルレッカー。ねえ、どこどこ。ちっちゃい。みんな小学生。なかなか的に当たらないもんだな。小さい言うな。怒らせてこれを乱せ。敵の挑発に乗るな。言ったもんだね。まあいろいろあってさ。それにこんなに小さくなって。誰が小さいってミニママババア。言ったなドチビ。うっせえマネツブババア。マイクロチビミジンコババア。エドワードエロリック。なんだ、もう食べ終わってるじゃない。おい、それじゃ早速修理を。牛乳残してエド頼む、これだけは勘弁してくれ。はい、エド、牛乳はパラリンでさっさと飲みなさい。うっせえ、嫌いなものは嫌いなの。別に牛乳飲まなきゃ死でしてよ。ああもう、そうなんだから。あんたはいつまでたっても豆だめよ。豆。そう、豆。ねえ、ある思ったより狭いな。ちくしょう、普通のサイズじゃ通れなかったぜ。体小さくてよかった。あー、よかねー。これはこれは懐かしい顔だな。相変わらず砂粒に紛れて見えないぐらいのチビですよって誰かだ。お前たち偽物。ラッセルトリンガムだ。あなたたちに間違えられて逮捕されたんです。迷惑な話だ。こんなに背の丈も違うのに。なんだこれ。前より縮んだか。何やってる。